クのコーティングはしてますか？グッチは、真っ赤に塗装した H2SX に、初めてコーティングをしました。先日雨の中を走ったのですが、人間がずぶ濡れになっても、バイクはツルンツルンだったのを見て、コーティングはすごいんだなぁと実感しましたよ。施工したのは、有名な CR1 や、キーパーではなく、いつもお世話になっているオートパレス大和さんに紹介してもらった、グラシーさんです。コーティング材もさることながら、施工の職人技が魅力の老舗のコーティング屋さんですが、大阪府八尾市にあるのでなかなか知られていない会社です。そこで今回は、開発中の簡単コーティングスプレーの実演をさせていただきます。まあまあまあ、だってそれなりにね、ワコーズが入ってるのね。ワコーズだとこんなもんやね。ワコーズさんを剥がしていってくれ。お高いんですよ、ワコーズも。ワコーズもお高いんですよ。水が残るのを見ておいてください。水が、玉が残ってるの分かります、残ってますね。これを覚えておいてください。はい。この感じを。さよなら、ワコーズ。バイバイ。さよなら。バイバイ。はい、さよなら。まあ、普通の中性洗剤に近いんですけどね。まあ、剥がれつつって言っても、そんなに簡単に全部剥がれないんで、まあ、軽く表面を。はい。からな。よし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 よよし、ワコーズ撃退だ。もう全然水が弾いてない。普通になった、ノーマルになった。これは、まあ、水が効いてない状態ですね。ね、念入りに。綺麗になりました。何をしてるかというとですね、新製品、新製品の試供をお試しを。はい、来ました。こちらのグラッシーさんの、グラッシーさんの、はい、商品になるんですけど、我々のもガラスコーティングしてるグラッシーさんの、はい、こちらいつもお世話になってる。今この弾き方を覚えてるんです。全然弾いてないです、この商品水かけて置いとくだけなんですよ。はいはいはい。こうやってお、弾いた弾いた。振りかけて、大体30秒ぐらいですね。はい、30秒から、まあ、1分、まあ30秒ぐらいですね。30秒から40秒ぐらい置いといていただければ、まあ、こんなにかける必要もないんですけど、まあ、どんどんちょっと。たまに。で、水と反応する性質なので、逆に言うと水に濡れてない状態でかけても意味ないんですよ。水に濡れた状態でしっかりかけていただいて、絶対30秒以上は置いといてください、はい、であまり大きすぎると次シミになるんで、はい、でもこれ30秒くらい経ったんで、流していくと、はい、乾いてる。もうこれでツルンツルンと全体的に水なんかいません。おお、H2 みたい。しっかりかけたところは流していただいて、シミにならないように。大体1回かけると1ヶ月から1ヶ月半ぐらい持続効果があるので、まあこう 手で触ってもすごいツルツルしてるんで、触ってみてもらうと。洗いたての食器みたいな。ちょっとキュッ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 。はい、こんな感じになるんで、これをもう全体的に振りかけていきたいですね。お、とても使えるので、
で、あの定期的にやっていただくと膜が張って、うん、簡易コーティングみたいな効果が現れるので、はい、もうしっかりやっていただいて洗車していただいて膜を張っていただくっていうのが絶対ですね。で、これを、まあ、今回あの試供品で使った、あの、うん、作ったテストで作った段階の商品なので、うんうん、ちょっとねプロって入ってるんですけどあのプロ用 であのちょっと濃度が薄まってるんですけど、コーティングしていただいて渡してるやつに関しては、うん、これの6倍ぐらい 4倍ぐらいかな、うん、の濃度があるので、うん、もっとあの弾きは良くなりますね、はいはいはい、艶感も出ますし、うん、あれもこんな感じでパッパッと振るだけで、あ、もう振るだけで結構です。でこれよりもっと少なくて十分ですね、うん、もう一気にツヤが、おーおー、くるんと雨降ったら人間だけは濡れるやつ、そう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 。H2 とかのツヤ感が、おー気持ちよくピャーンと気持ちいい、はい、流れると思うんで、あのワックスとかと違ってこう、うん、塗る手間が省けるので、うん、もうかけるだけなんですごく簡単ですし、濡らして濡らしてとりあえずかけるだけですから、特にこういう塗装面に関してはこうやってすごい効果が出るんで、こうズルンと、もう濡れてないよ、もう濡れてないんで、もうジャバーってかけてこうやって終わるところ、はいはいはい、もう全部落ちていくんで、あの玉にならないんですよね、ウォータースポットって言って玉にならないので、あの玉になりにくい性質なので。結構ね、あのこうやって流すとこれでも、はいはいはい、玉になってないのがほとんどなんですけど、ほら、これもマフラーも、マフラーもや、こんな感じでくるんと玉になりにくいっていうのが、まあ、メリットなので、どうしてもね、細かいあの霧みたいな雨とかだとちょっと残るんですけど、うんうんうん、こういう感じで、でもまあくるんと落ちていくんで、綺麗に走ってたらこんなん飛んでる、そうです、そうです、こういう感じで施工が完了という感じですね。わーすごい、まあ、しっかりねコーティングした人には、うん、あのクラッシーさんで直接頼んでいただくっていうこともできますし、うん、まあ、簡易的にやりたいという人でしたらああいうのを使っていただければ、うん、まだそれは試作段階なので、うん、ちょっとねまだ販売はしてないんですけど、商品としてはすごく優秀なものなので、うん、薄める方がいいんですか？ね、薄める方が量使えるんですけど、あ、はいはい、だから今回はあの濃度をあの薄くしてもらって やってるんですけど、本来コーティングした後に渡してる、あのボトルに関しては 100% の溶剤なので、あのもっとこういう コーティング効果っていうのは強い、残る方が、今回はちょっとね量を使いたいからっていうので、はいはいはい、あの使わせあの作ってもらって、あの試供品として作ってもらって、まああのここから価格設定やったりとか容量をどんだけ出すかとかっていうのを、うん、あのもうちょっと見つめていって商品化するって感じではなるので、うん、結構ねあのしっかりした商品なので、うん、素晴らしい、はい、いいと思います。残ってますね。残ってる。トゥルンと全体で。水なんかいません。